スタートしました。 ポンと15番のケビン・ドゥーいいスタートを切って押して抜けていきましたダートに入って一馬ハンリード2番手グループ横一線内から3番アスコットシティーわずかに2番手に上がるかオーストは14番のキズマさらにこの間6番のダッシャーマン4番手につけました一馬審判差12番のケイアイ・アストン追走内から追い上げる7番のキョン・エイ・アシュラさらには2番の名将ノーベルここは広がってオーストから13番ドレッドノートもぐんぐん前へと上がっていきましたあと中段からは番 てています3コーナー回って1番の姿勢王子差がありません追い上げて11番のデュアルソード600を切りました2馬身切れて9番菊のストームあとは1馬身半差10番体レジェンド最高峰8番東方チェイサーで前は第4コーナーカーブへ入ります 先頭15番ケビン・ドゥー、14番キズマ、差を詰めて、第4コーナーから直線に入りました。その後、一場新半差、3番アスコットシティ、6番のダッシャーワン、この2頭が前へと迫っていく。さらには一場新半差、7番のキョアシュラバ群の中から追い上げて、外からは13番ドレッドノート。さあ、抜けた14番のキズマ、6番ダッシャーワン、この2頭の間、3番のアスコットシティ、3頭の追い比べ、6番ダッシャーワン、内14番キズマ、間3番アスコットシティ、ダッシャーワン、ゴールイ。ダッシャーワン勝ちました。 2番手争いが3番、アスコット・シティと14番のキズマ。